グリムジョーは当選によってウェコムンドに連れ戻された。戦いは途中で終わったが、奴にはまだまだ余裕がありそうだった。自分の中のホローに怯えながら戦っていた俺とは違ってな。力の差を思い知った俺はバイザードのアジトを見つけ出し、自分の中にあるホローの衝動を抑え込む方法を聞き出すことにしたんだ。アランカルにボコスカにやられてようやく決心したっちゅうわけね。タグ、来るの遅いで。そのくせじっくり俺らのやり方にコンパクなじまそう思ったら時間がないとか抜かしやがるしの。ほんま、なめてんのかと思ったで。しゃあけどまあ、お前は視界も挽回もとんでもない速さで手に入れてきたしな。とっとと始めた方がええかもと思ってすぐにフォロー化させたったよ。ヒラコの力で俺の体は炎になり始め、精神世界へと潜った。浦原さんとの修行の時みたいに。何度か来たことがある自分の精神世界だけど、あの時いつもはそこにいてくれた残月のおっさんがどこにもいなかったんだ。どうした、ずいぶん浮かねえ顔してるじゃねえか。残月のおっさんはどこだ。イチゴ、てめえは分かっているかどうか知らねえが、俺と残月はもともと一つなんだぜ。俺の力が増大し、支配権が俺に移り、残月は俺の一部になった。それだけの話だ。そうか、それならここで俺がてめえを倒せば、残月のおっさんはまた俺の霊力の中心に戻ってこられるってわけだ。無理だね。その前に俺がてめえを潰して、俺が王となる。Can you survive? Ready? Fight! 楽しくやろうぜ。見せてやれるのは一瞬だ。おっと、ダメぜ。本気で行くぜ。おっと、忘れんなよ。てめえに隙があれば、俺はいつでもてめえの頭蓋を踏み砕くぜ。悪いな、させねえよ。